1911年にアメリカ合衆国で発行されたオーストリア・ハンガリー帝国の地図。右上、黄緑色のルーシーニアンズの地域がルテニア人の居住地域。その地域にはゴリンシアと書かれており、ロシアと書かれている地域と明確に区別されている。後者の地域には今日のウクライナも含まれる。ルテニア人は東、スラブ系の民族である。 今日のウクライナ人とベラルーシ人の祖先である、ルーシ人のラテン語による外名で、ルーシのラテン語名、ルテニアに由来する。従って元来は、ルーシ人の同義語であるが、特に西ウクライナのウクライナ人の呼称としても用いられる。英語やドイツ語、フランス語など西欧の文献では、一般的な用語であるが、当のルーシ語や今日のウクライナ語、ベラルーシ語、ポーランド語、リトアニア語では、 特にこの外名を選ぶ理由がなければ使われない。一方、日本語での用法は、西欧の用法とも東欧の用法とも異なっている。日本語文献では、ポーランド・リトアニア共和国に居住したルーシ人をルテニア人と呼ぶこともないわけではないが、基本的には、オーストリア・ハンガリー帝国領となったガリツィア・ボルイーニ、ブコビナ・カルパティア地方等に居住したウクライナ人だけを特に指す。 その一方で、より講義に、ウクライナに居住する、ルシン人などの少数民族やハンガリーなど他のヨーロッパ諸国に居住する、ルーシ系の少数民族が、ルテニア人と呼ばれる場合がある。ルシン人と書かれることがあるが、これが少数民族のルシン人がしばしば、ルテニア人と書かれることもあり、混乱を招いている。また、日本語における研究では、キエフ大公国を、 ルテニアと呼ぶ習慣がないので、その時代のルーシ人をルテニア人と呼ぶのは一般的ではない。また、ロシア帝国領内の小ロシア人や白ロ,ロシア人をルテニア人と呼ぶのも一般的ではない。ルーシのラテン語名であるルテニアが使用されるとともに、ルーシ人のラテン語名であるルテニア人の名称も使われ始めた。すでに、 キエフルーシ時代の11世紀から12世紀の年代記にはこの名称が用いられている。アウクスブルク年代記におけるルテニア人の王、ヘルドルドゥスによるルテニアの海、サクソグラマティクスによるルテニア人がその例である。15世紀から17世紀にかけては、ポーランド王国や西欧の歴史学者らがこの名称を用いた。ヤンドゥーゴシュとミエフフのマチェイは、 モスクワ人と区別して、ルテニア人という用語を用いたし、アレッサンドロ・グアニーニもこの用語を用いた。1596年には、ローマ教皇とローマ教皇庁の公文書において、東方天霊カトリック教会に所属するルーシ人を指す名称として用いられた。ルテニアという集合名称が地図上で確認されるのは、14世、19世紀末から20世紀初頭にかけて、 ルテニア人という名称及び、ルテニア人の、ルテニアのという形容詞は、ウクライナ語で、及び、ドイツ語で、ルーシーナン、フランス語で、ロシーンズ、英語でルーシーニアンズというように、多くの言語学者の研究において用いられた。この時代の代表的な研究者には、言語学を研究した、OM、オホノウシクイー、イイジェルヒウシクイ SI、ス,イスマーリストチクイー、ーガルトナー、 イージー・ウンベガーウン。歴史学の分野ではアイ・ボルシチャークがいる。これらの学者がルーシではなくルテニアという用語を選んだ理由は、ロシア人を意味するというよく似た単語との区別をはっきりさせるためであった。同様の理由からルーシとロシアを明確に区別するためにルテニアという用語を選んだポーランド人研究者もいた。19世紀後半には民族学の方針をめぐる ウクライナ人と保守派のルシン人との争いの中で、ルテニア人という意味のという用語とともに、その同義語であるという用語があまりにオーストリア・ハンガリー政府に忠実な春市側の要素を持った定語であるという皮肉と軽蔑のニュアンスを込めて用いられた。その後完成において、この名称はアイア・フランコやエムア・イパウルイークによって用いられた。という名称は、 そこかしこで中央及び東ウクライナの小ロシア人という名称に応えるものとして用いられた。20世紀初頭にはロシア帝国に取り込まれるのを防ぐ目的もあり、ルーマニア、チェコスロバキア、ハンガリーなどの東欧諸国に住んでいたウクライナ人は、その国の政府によってウクライナ人と名乗るのを禁じられ、ルテニア人と呼ばれていた。カルパティア山脈のベレッケ峠が、 パンノニア平原へ進行する軍事的要衝であることから歴史的に軽装地となってきた。895年、アールパード率いるマジャル人が進行を開始し、896年の EN バトル・オブ・サザンバで勝利。1241年、モヒの戦い。1939年、スロバキア・ハンガリー戦争。ありがとうございます。